お待たせ、福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。この場面打席には尾形が入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには6番尾形、先ほどの打席でヒットを放っています。東浜、まずは先頭バッターを初球打ち。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。6番バッター尾形、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ドリス、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。打ちました。ショートが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番尾形、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。真ん中打ちました。レフトライナー掴んで、これでツーアウトです。試合を制したのはソフトバンクホークスです。